逆サイド林、早くボールを回していきます。ノーミがトップからアレン、ドライブアレン、いやいいですね、決めていきます。アレン選手のいいところですよね。ここ1本ディフェンスの集中力が見えたシーンですね、はい、京都。そうですね、石谷ゴール下のサイモン、サイモン決めていきます。このプレーの比率多くなってますね、はい、松もカットするが、これはカットしきれない。五十嵐残り1秒で沈めていきました。ここですね、自分からコンタクトしに行きましたよね。そうですね、はい、やっぱりこうやって自分からコンタクトするとやはりディフェンスをしっかりコントロールできるので、サイモンダンク、ライス、サイモン、サイモントップからのスリー、ね、やっぱりロングアルティネスがサイモン選手ついて、はい、少しここブレーキになってますので、まあ、こういう単発のシュートになりますよね。昨日はね決め切ってくれてたらアレン選手だったんですけど、今日はあまり調子良くないですからね。松井、はい、スクリーンを使いながら、いかがし逆サイド、ロスカレン、ドライブ、ロスカレン、いや素晴らしいですね。エンドワン、逆にここはセントフォート打てるか、ここですね、エンドワン、セントフォート選手でテレスト一貫して、はい、ポストからの、まあ、彼のところを自由にさせると前からのディフェンス、こういう、はい、ちょっとしたパスミスなんですよね。アレン、ここは打っていくが、ちょっとしたショットになってセントフォート拾い直して打っていきます。それもありますし、この2ビッグ、はい、やっぱすごくオフェンスのリズムとしては効いてますよね。あ、セントフォート、これですね、ここも決めていく。こういう時怖いのが五十嵐選手のスリーです。このスクリーンを使って外に出したセントフォート、トップからのスリーを決めていく。いシュートもあるんですよね。これで追いついた。セントフォート一気に加速した、決めて、そしてエドワン、カウンターのアクションですね。アウトサイドでボールを回してサイモン、サイモンドライブ、ヘンドリックスつく、サイモンショットブロック1秒、決めていく。いやー勝負強いですね。今空いてましたよね。で今その後もこうライ選手もマティ選手見る素振り見てたので、まあ、本来デザイン通りのタイミングバッチし合ったスクリーンでオープンになった瞬間、寺島、ここは松井、松井が3、これ落ちた。そして時間を使って今試合終了です。2022